こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルは、今すごい自分に覚醒するときというね、そんなお話をお伝えをしていきます。覚醒っていうとちょっとスピリチュアルな感じしますけれども、結構現実的なお話を今日していきますのでね、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに、願望が叶う自分に覚醒すると書いてるんですけれども、願望っていうのは、この適するっていうのも叶うって読むんですよ。適する。つまり願望に叶う自分になれば、願望は叶うんです。願望に適した自分に自分が覚醒すると、願望って叶っていくんですよね。で、その覚醒の時っていうお話を今日はしていきます。で、それをどうすれば覚醒していくのかっていうね、そんなお話をお伝えをしていきますので、ぜひ参考にして、願望が叶う自分に成長していっていただく道しるべになればと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、タイトルで、なんか、釣りみたいな、今すごい自分に覚醒するときと書いてるんですけれども、まあ、暦的なものが影響してるんではなくて、実は時系列的なもので、実は3ヶ月前に、有料級、具体的な願望の叶え方をお伝えしますという、具体的な願望の叶え方っていうライブ配信をしてるんですよね。3ヶ月前。そのライブ配信の前半は、まあ、1時間の動画ですけれども、前半の20分か30分ぐらい、具体的な願望の叶え方をお伝えしてるんです。で、それが約3ヶ月前。この動画は、コメント欄に貼り付けておりますので、ぜひ、興味ある方はチェックいただければと思いますが、そこで、お伝えしていることをやっていただくと、今ちょうど3ヶ月後ぐらい経って、覚醒する時を迎えている。そういう、このチャンネルの、時系列的なお話で今と言ってます。で、ざっと復習をしていくと、願望を叶える。まあ、具体的な叶え方はライブ配信でも言ってますので、そちら参考にしていただいてもいいんですけれども、こちらでもちょっとおさらいをしておくとですね、願望、まあ夢ですよね。夢、どんな夢でもいいんですよ。もう妄想レベルの夢でもいいんですけど、夢と目標と、予定っていうのがあるんですよね。で、ここはもう夢物語でいいんですよ。なんかカフェしたいとかでもいいし、世界一周したいでもいいし、年収1億とかでもいいですよね。これ夢です。でも、これはすぐには実現しないですよね。で、この目標を決めましょうと。夢にリンクした。夢に近づくような目標を作りましょう。例えば、自分のビジネスをして年収1億だとするとね。そしたら自分の力で何かを稼ぐっていう目標が必要ですよね。自分、例えば、そうだな、1万円を稼げるようになったら、その1000倍が1億ですのでね。まずこれを作れるようにならないと、ここには到達しないのでね。だからその目標を立てましょうと。しかもこれは実現可能な。で、できれば3ヶ月ぐらいで実現可能な目標を立てましょうって言ったんですよ。で、これは一つでもいいですから、何でも達成可能な目標を作る。で、この目標を立てたら予定が決まってくるんですよね。月の予定、週の予定、日々のデイリーの予定ね。そういう予定が決まってる。まあ何もやったことなければ情報収集っていうのもあるでしょうし、何かチャレンジしていくっていうこともあるでしょうし、誰か、YouTube で学ぶっていうこともそうかもしれないですし、で、具体的な何かルーティンをやるっていうこともあるでしょうしね、そういう予定が決まっていく。3ヶ月後のこの目標を実現するための予定が決まる。
そしたらこの予定をやっていくことで、この目標っていうのが達成される。まあ1万でも全然いくらでもいいんですけど、例えば、そうだな、10万稼ぐでもいいんですよね。稼ぐでも。そしたら、これが達成できたら、今度10万は稼げるので、次30万ってなってきましたね。30万、当たり前達成できるようになってきた。次100万っていうレベルが見えてくる。そしたら、この夢っていうのが、この目標サイズがちょっとずつ大きくなるの分かります？最初1万円。それが10万円で目標サイズが大きくなる。達成可能な目標サイズが大きくなってきます。で、30万になって。で、30万が100万円になって。100万だったら300万ぐらい。月ね。そしたら、月1000万ってなってくると、年収が1億になるっていうね。だからこの目標サイズが大きくなる。目標サイズを、達成可能な目標サイズが大きくなってくると、夢だったものが目標に変わってくるんですよね。だから最初この、全然達成できるようなルートが見えないような、無謀そうにも見える夢。これは全然、持ってていいんですよ。持ってていいから、これを実現するために、近づけるために、今達成可能な目標を作りましょうと。で、その目標を達成するための予定をこなしていきましょう。で、これをまずは達成することをする。そして、達成したら次の目標、次の目標、次の目標ってやっていって、目標サイズを大きくしていくことをやっていけば、夢って叶いますよっていうお話だったんです。で、それが3ヶ月前にコメント欄に掲載しておくライブ配信の動画であるんですけれども、3ヶ月前に、今年の3月末ぐらい、だから今頃です。3月末ぐらいの目標を作りましょうって言ってたんですよね。作ってみてくださいと。で、それを実現するために、いろいろやっていってくださいってお伝えしたんです。で、約3ヶ月後の今日はこれを公開するのが、ですね、3月の19日ですからね。3月19日現在。達成できてるかどうか。がすごく大事で、達成できてなくていいんですよ。達成できてなくていいくて。達成できてない時に、この3月19日現在ね、末までの段階で、これは今3ヶ月前に、目標を設定した人にお伝えしてますが、これから、最近僕の動画をご覧にね、知ってくださった方はこれからになるじゃないですか。そしたらこれから3ヶ月後っていうのをちょっと参考にしてみてください。で、当たり前に達成できたなら、ちょっと目標サイズがちょっとだけ小さかった感じです。で、達成できてない人はね、覚醒するチャンスなんです。実は、今この3ヶ月、丸3ヶ月じゃなくて、あと3月は31日まであるので、あと12日あるじゃないですか。あと12日。31日前になりますね。あと12日あるんですよね。この間にこれが達成するために何ができるかっていうと、今一度書き出すんですよ。できること。できることを書き出してやってみるんですよ。このアイデアです。で、この今までやってきたけど達成できなかった。でも達成するために、この残りの10日ちょっとで達成できることを絞り出す。何でもいいです。特に大事なのはちょっと散歩行ったりしてリラックスしながら、この月末までに何が達成するために何ができるだろうって考えてみてください。で、アイデアを出します。アイデア。このアイデアは3ヶ月前の余裕のある時には出なかったりします。このアイデアは3ヶ月前に余裕がある時には出なかったアイデアなんですよね。で、これは追い詰められないと出ないでしょ。追い詰められないと出ない。で、余裕がある時になぜ出なかったかっていうと、人はやっぱり自分ができる範囲の中で生きがちなので、自分がの中で勝手に、心理的にですね、限界を作ってるんですよね。心理的な限界を作ってるんです。で、心理的な限界を超えていくから、叶う自分になるんですよね。
叶う自分、願望が叶う自分、今がそうであれば実現しますから、今が願望に適した自分であれば実現するんだけれども、今願望に適した自分じゃないから実現してないですよね。でそれには自分っていうものを超えていかないといけないんです。今の自分を超えていってこっちに成長していかないといけないんですけれども、3ヶ月前に出したこれは今の自分が出る予定だったんです。アイデアだった。でもそれでは達成できない。なぜ達成できないかっていうと、達成できその時の自分のアイデアしか出なかったからです。でも今はもう追い詰められてるので、達成するためのアイデアを絞り出す、この達成にこだわってそのためのアイデアを絞り出すと、1個でも2個でもいいです。あの人に、聞いてみようとか、それは3ヶ月前そのチャレンジはやっぱしないですよね。やっぱ安全領域から出たくないので。でも、達成にこだわるならその安全領域から外に出ないといけないです。それが覚醒になるんです。このアイデア出したら実行してみてください。絶対達成するために実行してみてください。この達成にこだわるということがめちゃくちゃ大事で、これは今じゃないと出ないアイデアです。でこれはこの状況にならないとやらない行動なので、それをやってみることで人は新しい自分に成長していきます。もうちょっと言うと叶う自分に成長していくので、そしたらこの叶う自分っていうのをのサイズが大きくなっていけば夢も叶うようになってくるんですよね。だからこだわるってこと、この3ヶ月前に設定した目標にの達成にこだわるっていうことをして、残り10日ぐらい、何か一つでいいので、そんな2つも3つもできないので、一つでいいのでチャレンジしてみてください。そのチャレンジが自分を成長させます。そしたらそのチャレンジをした自分で次の4月1日から始まる。チャレンジした自分で4月1日から始まる。そうするとこの自分は、今までの自分がこのサイズだったらちょっとだけ成長した自分なんですよね。ちょっとだけ成長した自分で、また次の目標を達成するためのアプローチっていうのができていくので、そうやって自分を成長させていくと、この叶う自分っていうの、大きな自分っていうのが出来上がってきますので、ぜひ、残りの日々で、アイデアを絞り出して一個でいいからやってみるってことをやってみる。それをやっても達成できないこともあります。その時は目標サイズがちょっと大きかったので、まあ次の3ヶ月も同じ目標でもいいとは思いますけど、ちょっと目標サイズが大きかった、自分がダメなんではなくて、もっと成長しないと、達成できないアイデアだった、目標だったっていうだけなんです。それ達成できないのは自分がダメなんではなくて、今の自分が精一杯成長できる、さらに、成長しないといけない目標だったっていうだけのことなので、同じ目標設定してもいいし、で、また次のチャレンジというのをしていただければと思います。だからこの自分の達成可能な目標サイズをちょっとずつ大きくしていく、これがすごく大事なので、今の自分で判断しないことです。叶う自分になれば叶いますので、適した自分になれば叶いますので、適した自分に成長していくためにはどうしたらいいか、そのためには今までの自分を超えていくってことが大事ですから、それが今この残りの日々に、目標達成にこだわることで成長していく糧になるのでね、ぜひそういうことをしていただければと思います。僕も過去いろんな試練が訪れる中で、試練っていうのは今までの自分で、その現実を対処しようとするから試練なんです。今までの自分がこれだとして、この自分でその現実に対処しようとするから試練と思うんですけれども、本当はこの自分になれば達成できるんですよ。この自分に成長すれば達成できるんです。でも今の自分の認識は、自分ってこのレベルって思ってます。でもよく言いますけれども、超えられない試練は来ないって言うんですよね。つまり本当の自分サイズはこれだから、その試練が訪れてるんです。本当は超えられるサイズの自分だから、それが訪れてるんだけど、自分の認識はこれって思ってるだけなんですよね。だから試練を超えていくにあたって、これを信じることです。本当はできるんだって。で、アイデアをやっぱり出そうですよ。
じゃあ実現するにはどうしたらいいかってアイデアです。これはその試練を超えていくっていうことを信じないと出ないアイデアなんですよね。そのアイデアを出して一個一個実行していくと、でもそのアイデアっていうのは今までやったことないことになるんですよね。今までやったことないけど勇気を出してやること、それを一つずつやっていくと、あ、できる、自分はできたんだっていう、できる自分を気づいていくというね、叶えられる自分に気づいてきます。それが試練です。僕もだからこれまでそうやって、ちょっとずつ、やったことのないことをチャレンジしてやる、やったことのないことをチャレンジしてやる、で、やってみるとできたりとか、やってみることで新たな情報が入ってきたり、新しい出会いがあったりで超えていくことができる。それの繰り返しだったんです。そうやって、過去夢物語だった世界を僕は実現していってるので、ぜひ今覚醒するタイミングであるので、3ヶ月前に立てた目標を諦めずにちょっとあがいてみてください。達成するためにあがいてみてください。もがいてみてください。アイデアを出して実行してみてください。それはもう残り日数少ないので、1個でいいですから。一個でいいからやっていただければと思います。で、最近ご覧になって、これからっていう方は、3ヶ月後のこの目標を作ってみてください。今からだから、4、5、6月末までの目標を、ちょっと頑張らないと達成できないぐらいのね、目標を立てて、それを実現するための具体的な、じゃあ何をしようっていうアイデアを出してみてください。アイデアを出す。で、それを実行してみてください。で、その目標を達成するために、目標の達成にこだわってやっていく中で、必要な情報が入ってきたりとか、必要な行動を、最適な行動をが分かったりとか、いろいろありますので、それをやってぜひね、いろんな願望が実現する、いろんな願望に適した自分に成長するチャレンジをしていただくと、そしたら、全部叶えますからね。ぜひそういうことをしていただければと思います。今日のお話は今すごい自分に覚醒する時という、そんなお話で、願望に適した自分に、成長するためのプロセスをお伝えをさせていただきました。ぜひちょっと難しいなと思うかもしれないんですけれども、やってみるとそんな難しくないシンプルなお話ですので、ぜひ自分を信じて、目標達成というのをやっていただければと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしています。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そんなメッセージをウィークで毎日お伝えしておりますので、よろしければ LINE もしくはメルマガをご登録いただければと思います。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしてご登録ください。そして、今日のこの話が良かったなと思われ、今日のこの話で感じたことや気づいたことや、ご自身の体験談など、あの時、勇気を出してチャレンジしたから、今の自分がある、こういう気づきがあった、こういう出会いがあったとかね、そんなご自身の体験談などあれば、ぜひコメント欄にシェアしていただければ嬉しいと思います。そして今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。本日はおまけのお話なしで終了させていただきます。いつもありがとうございます。それでは失礼します。